と。いや、そういうんじゃなくてね、はい、社長はどっち？25万円しか親子で用意しないってことで OK？ ここでタガログ語出てきたら多分もう全員カオスよね。簡単な経歴を教えてください。僕は2002年8月にフィリピン、ミンダナオ島にありますタグムシーというところで生まれました。そこで約10年ほど育ちまして、母の意思で日本の教育を受けさせたいということで2012年の2月にフィリピンから日本に移住しまして、もともとフィリピンの方では飛び級制度がございまして、4年生まで通わせていただいたんですが、日本に来てから年齢で学年が決まるということで3年の終わりから通わせていただくことになりました。そこで高校の時、私学の高校に通わせていただいたんですが、自分の日本語力とコミュニケーション力とかもかなり伸びまして、お勉強の方もはかどりまして、母に負担をかけたくないということで国公立の大学を目指して、そこで現在の愛知県立大学に合格いたしまして、現在に至ります。今回のビジネスプランを簡単にお願いします。フィリピンのミンダナオ島にを中心になるんですが、 B2B 型の、農薬の卸売販売をしていきたいと思っております。提携会社さんを見つかることができたので提携をして、初めはちょっと自社ブランドがないので提携会社さんと結ばせていただいて、提携会社さんのブランドを使って卸売りをしていくっていう形になります。はい、というわけで、フィリピンで農薬の卸売りをするというところでして、まあ、形態でいうと今回投資オア融資ですので、そのあたりも虎の皆さんでお話をし合いながら進んでいけたらと思います。日本語お上手ですね。ありがとうございます。ね、4カ国語喋れるんですか？はい、英語、そうですね、日本語、ビサヤ語、タガロク語、はい、で少しポルトガル語。そうです、ポルトガル語は大学で第二言語を選択科目で、私自身ブラジル人の友人が多かったのでポルトガル語を選択させていただきました。フィリピンの公用語の、タガロク語は、まあ、自己評価になってしまうんですけど、話せると思っております。ミンダナオ島っていうこの島が全然聞き慣れなくて今調べたんですけど、はい、多分視聴者のために説明した方がいいと思うんですよね、はい、結構2000万人ぐらい住んでるんですね、これね。規模感で言いますと、一応フィリピンの首都がマニラになるんですけど、マニラ、セブ島、あとダバオっていうこの三大都市がございまして、日本でいうと九州の部分がミンダナオ島になります。一番南にある島なんですね。はい、だからなんかこれミンダナオ島って俺聞いたことないから、めっちゃなんか30人ぐらいしか住んでない島かと思ったら2200万人ぐらい住んでるんですよ。フィリピンって島国だけど、そうです、2番目にでかい島なんですね。はい、そうです。このルソン島が一番、ルソン島が一番大きくてがマニラ、マニラで、ビサヤスが真ん中のあたりで、セブ島がありまして、はいはいはい、でミンダナオ島でダバオがございます。これあれなんですか、なんでこの島に限定するんですか？限定は最初だけっていう形で、スタートアップはそちらのミンダナオ島から始めさせていただく形になります。日本でいうと九州限定農薬販売したいみたいな感じですか？初めは、そこの地域っていう理由も、ございまして、まず私の父、今一応義理の父親になるんですが、共同経営する形で、もともと父が担当していた場所がミンダナオ島を中心だったので、初めそこからやって拡大していった時に、まあ、そのビサヤスとあとルゾン島だったりに拡大していけたらなと思っております。多分この図を見た時に、はい、ここに一括で100が増えるじゃないですか。でここの卸売業者から 20% が行くわけですか、はい、で残り 80% ここにあると思うんですけど、上と下の矢印じゃないの？40、40で、そうではないの？そうです、40、40で、この 40% が他店のここに来てるところに関して、この図の 40% の位置は合ってますかっていう質問なんですけど、はい、そういう形になってしまう。こういう形になってる、はい、これ島国あるあるですよね。日本にやっぱアメリカ企業が入ってこないので、日本人が英語があまり喋れないからっていう理由で日本ってなんか守られてる。お父さんと一緒にやるってことなんですか？そうです、今回は、私の父と一緒にやっていく形になります。はい、でお父さん今どちらにいらっしゃるんですか？今フィリピンにいらっしゃるんですけど、はい、もともとは日本にお呼びして、で一緒に出るっていう形を取りたかったんですけど、私の父は結構大家族なんですけど、フィリピンの方でそこの家族たちを養ってる状態
なんです。仕事とかも放棄できないっていう状態でちょっとどうしても難しいっていうことで今回はちょっとズームにさせていただいたんですけど。お父さんがこの法人の代表になります？一応僕が代表として、今回志願させていただいているので私が志願してるのでっていうのは関係ないんですよね、はい、実際お父さんがやるんじゃないの？私自身も、一緒に携わっていくけど実質的な支配者は、まあどうしてもその営業の部分とかは父が中心になってしまうので、社長はどっち？一応私が務めるつもりではありますけど、お父さんがやるんじゃない？普通に考えて令和の虎に出るために自分がやりますって言ってるだけじゃないの？実際はお父さんの事業なんじゃないの？もちろん父も、父の役割はかなり大きいんですけど、まあ、資金面でのやり取りだったり、もし投資していただいた虎の方々から出資があった場合、まあ、私とかを通じたりして、いやそういうんじゃなくてね、はい、社長はどっち？社長は一応僕が勤める形で。一応って何よって話、共同経営なので。共同経営、はい、それはあれですか、法人自体はフィリピンなんですか、それとも日本なんですか？フィリピンで作る予定ではあります。25万円しか親子で用意しないってことで OK？ と差額の分です。差額の分ってあのレートの差額の分ってかなり大きくて、 どのくらいでかいの？1500万、そう1500万のは置いといて、とにかく25万円分ぐらいしかないってことでいいんですか？そういう形になってしまいます。はい、わかりました。なんで令和の虎に出ようと思ったんですか？もともとこちらの事業を、やるために結構、自分がいろいろと調べて、で例えばなんですけどエンジェル投資家を探すのもネット上になってしまうんですけど、そういうサイトに行って探してたりして詐欺だったりのが結構あって、でやっぱり対面ではないと信頼できないなっていうふうに思ってしまったのがまず一つで。詐欺も何もお金をこっちが出すものなんだよなエンジェル投資詐欺でどういうこと？もともと本当に詐欺に遭いそうになってしまったんですけど、そういうサイトで登録に30万かかるみたいなやつ、あ登録してやり取り、初めになんか興味ありますって声かけられているんだってなって、そこでやり取りしたんですよ。そこでなんか最初、自分の株を売買するために差額のこの分のお金を最初出してもらえるなら、話聞きますみたいなね、そう、出してあげますよっていう形になってたんで、いやこれは絶対違うなって思って、そういうのあるね、はい、そういうのがたくさんあって、パナマまで来てくれたらいいよみたいな、なんか本当にこれ明らかに詐欺だなってなったものもありまして、ネット上でのやり取りから始めるのが、まず違うな。なんかね、令和の虎に出る理由はって聞いたら、なんかそういう詐欺に合いそうだったから出たって、なんか僕らがいい人そうだったからなんかちょっとよくわかんないんだけど、お父さん出てきてもっとわけわかんなくなる可能性もあるよね。だってまだ日本語を通じたコミュニケーションですらうまく取れてないのに、ここでタガログ語出てきたら多分もう全員カオスよね。お父さんってごめんなさい、どこの職種の方なの？これ代理店の人間なの？そこの卸売りの方です。あこっち？そうです。あこっちなのね。そこでもともと働いていた。なので、これ海外の会社って言ってたよね。そうです、海外の会社で。あじゃあフィリピンの会社で働いてたわけじゃないんだ。あフィリピンの会社で、海外から支援を受けている会社なので、商社のフィリピン支社で働いてたってこと？中国企業のフィリピン支社。はい、そういう形です。はあ、今は中国の、企業に働いているっていう形です。じゃあ代理店の人間ではないってことですね。はい、代理店の人間ではないんです。どっちも卸売業者。はい、はあ、分かりました。じゃあお父さん行きますか。行きましょうか。一応訳させていただきますので。ああ、はい、そうか。いや彼もできます。いやできません。では筋肉語しか分かんないですこちらがお父さんの父になります。ではちょっと簡単に自己紹介、英語にはなってしまうんですけどさせていただきます。 Good afternoon everyone. Good afternoon. First of all, I would like to say thank you for the opportunity that you have given to us. I'm Vinicio Siruna Jr. 28 years old. I'm residing in Lagoon City, Mindanao, Philippines. And if you have any questions, I am answer. Thank you very much. お父さんに質問しづらいですね。そうですね。しづらいですね。本当に結構何でも聞いていただければ全然答えれる。私たちが資金を出したら
まあ、どういうふうにやられるのかっていうのを。We have so many connections here. From my experience of 21 years in agrochemical, I have so many connections. リスクがあると思えば何だと思いますかって言ってもらえますか。リスクばっかりの、バッタンタオペナーに、リリシャーマハリンバッタンタスパイナプラダ。んさぱ。フェナーパンナフェナー。アプリテリバラバイナシリリシャーナパン。ビジネス。ニッナシェサパーバース、イナガネパンニチェ。お父さん48歳って書いてあるんですけど。はい。お父さんが突然死んだらこの事業はちょっと危ないというふうに書いてあると思うんだけど、はい、お父さんなんかこう病気があるとかそういうのは全然ない。いや体型から見ると体型が見るとね高血圧とか糖尿病っぽく見えるけど、はい、そういうのはないんですか。毎年、うん、僕も一応父のちゃんと、健康状態も知っているんですが毎年ちゃんと診断受けてて本当に BMI だけちょっと高めっていう形でその他は問題ないっていう状態です。まあ、どんなとこでもね健康状態はちゃんと見ますからね銀行でも、うん、まあそうですよね、はい、うん、なんで、まあ、仮に最悪な場合なんですけど私の、まあ、父が亡くなった場合は商品が担保になるって言ったと思うんですけどそれを、まあ、できるだけ安い価格でその原価に近い価格で売り出せばお金自体が返ってきますのでそれをそのまま返済できるっていう形には最悪の場合になってしまうっていう感じです。もう特に皆さん大丈夫そうですかね。はい、というわけででしたらお父さんこちらまでということで。Thank you. Thank you very much. Thank you. ファイナルジャッジメントタイムです。まずは細井さんお願いします。まあ、200万ぐらいですかね。では続いて大石さんお願いします。150出ました。では続いて竹内さんお願いします。はい、僕は507出します。では続いて木下さんお願いします。はい、僕は100万円です。では5枠林さんお願いします。気持ちだけ100万円ですね。ということで1500万円に対して1050万円まで積み上がりましたが今回は残念ながらナッシングです。お疲れ様でした。ではだるまが出ましたのでそれぞれ条件をお聞きしたいんですがじゃあまずはもう一枠の細井さんからよろしいですか。いや竹内さんに従います。では竹内さん、はい、まあ、うちももう国際税理士になってるんで、まあ、その辺の弁あの相談をした上と、はい、先ほど言ってた仕入れした時の着金でいいっていう条件であれば、はい、僕は全然出します。ありがとうございます。はい、ということで、残りの全額を竹内さんからということなんですが、出していただいた他の虎の皆さんそしてあと投資形態ですよね。今回は、融資は投資というところなので、うん、そのあたりもちょっと竹内さんを含め決めていただきたいなと思いますが僕は投資でがいいんですけど、はい、まずあれですね他の置いた虎が乗るか乗らないかですね。はい、まあ、細井さんは乗るとしまして大石さんはいかがですか、ね、乗らないってなったら、ね、大変な金額になっちゃうからね。そうですね。僕はもう全然最悪残りの450万を半分持ちますよっていう意味で出してるんで、はいはい、大石さんいかがですか。その条件がしっかり飲めるんだったらです、ね、必ず、はい、では木下さんいかがでしょう。これ僕が引っ込めたらどうなるんですか、うん、その分を虎の条件を出した方たちで負担をしていくっていうような形。もしくはそれで高すぎるって言ったらトラがなくなるってだけです、ね。はい、僕は引っ込みます。木下さん一度下げていただいて林さんいかがですか。こんなね泣いてお金が追加されるなんて今回だけっすよ。ありがとうございます。このまま乗ります、はいはい、改めますと細井さんから200万円大石さんから150万円、そして林さんから100万円ということで、ここまでで言うと950万円で残りの全額をすべて、竹内さんがいいんですか。でもいいですし僕がちょっと増やしてもいいんでそこは竹内さんと話し合います。わかりました、はい、そしたら、そこは細井さんと竹内さんでお話し合ってというところですが、すみません長くなりましたけれども投資融資で言うといかがでしょうか。僕は投資がいい。大石さんも投資で、まあ、そうですね、まあ、細井さんも竹内さんもということで今回投資での条件付き、はい、オールということになります。大逆転になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは家族に対して恩返しをして周りのみんな
そして最終的に社会に貢献できる人になりたいと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。涙の条件付きオールでした。おめでとうございました。お疲れ様でした。